私たち原宿発せーの神宿でーす。ということで今回はこちらお寿司1万円食べてみた企画ー。ちょっとだけ持ち上げる。ほら今回お寿司1万円を2人で食べていこうという企画でございます、はい、何人前だってか。5人前です。じゃあ食べていきましょう。はい、いただきます。おいしい。ピナップが予約してくれたんですけど、私がわさびダメだからわさびを別盛りにしてくれたの。そう、あのねメンバーごとに違うのよ、わさびいる人といらない人。そう、メインはわさびがめっちゃ好きだから、そう多分ないと怒っちゃうから。そうそう、でっか、やばー、見せちゃったよ。やばい、サーモンうまっ。あげるよ。嫌いだっけサーモン。じゃあ全部食べて。え、いいよ。お寿司のネタはさ、何が一番好き？わさびなし。それ知ってる。うん、でしょ、うん、だってなんかよく寿司行くんですよ。最近で行ってない ね、 そもそもね。なんかあれはね、もっといっぱいいろんなの食べてきたね。うん、でね、マックもね、一回やってみたいな。実際行けちゃう気がするんだよね。ここ一番食べる。メイは3口でお腹いっぱいになる。そう、それが心配なんだよね。ミキはわかんない。その企画をね、この提案するときにまず、まあ、1万円企画やりたいよねみたいな話になって、ひながね、そのなんか寿司とかマックとか、まあ、テイクアウトできるものがいいよねみたいな風に言ったら、マックは絶対に無理って言って。確かに。でもひな普段さ、うん、ハンバーガー系食べないの。逆にさ、うん、カシマシマにめっちゃ食べるじゃん。だからいけんじゃないのかなって思って。でもなんかちょっと苦しんでる姿を見たい。うちらだと余裕で、うん、ラーメン1枚分とかやってみたいな、うん、ラーメンは大盛りを1日に 5杯だっけな、4杯だっけなぐらいは食べたことあるから。いやいやいや、それがおかしいな。まず、まあ、めっちゃ太ってた頃だけど。いくらちゃんです。いくらの粒でかくない。なんで今なかったことにした。よし、これ体脂肪の吸収を抑える。ちなみに私これはアロエヨーグリーだ。ね、絶対合わないって思うよね。水にしようか迷ったんだけど、うん、どうしてもアロエ飲みたくて。本当に合わないと思ったの。私は一回止めたんだよ、うん、でも美味しい。美味しい。エビ食べちゃおう。あ、寿司ビール。星座の人だよ。メイクするとき星座だった。やばとりあえず一通り食べた。あ、卵食べた。ふーぐたくふーぐたくん。アナゴさんね。アナゴさん実はめっちゃ若いの知ってた。何歳だと思う？38。27。えぇ、ー、だってなんか話しつとかがさ、38ぐらい。いや、もう全然余裕。これ50巻でしょ、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。もう半分だよ。でいい？どうぞ。ちょっとお腹いっぱい。えいや、食べれるよ。ぽっちゃりキャラの割には食べれないと思う。あ、確かに。なんか量食べる人じゃない。食べるのが早い。そう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 。一人前の量食べるのがえげつなく早い。そう。確かにイカ水だからいくらでもいける。この間ね、夜中に炊飯器のお米を全部一人で平らげたのを3日間ぐらい連続でやっちゃったら、さすがに太ってた、うん、すごいお腹空いちゃう時期があって。わかる。寿司頼んじゃうもん。次の日ピザ頼んだ。宅配にハマっちゃった。いや、結構お腹いっぱいだな。まだ全然残ってる。頼んで。このさ、緑のこれなんていうか知ってる？バラン。正解。小さい頃これ食べようとしてる。みんなの前やった。やってる。でもみんなの前で食べるのが恥ずかしくて、うん、ちょっとこっそり食えなかった。でもね、本当はね、貝系、貝系が結構好きなの。わかる。貝めっちゃ好き。粒貝とか赤貝めっちゃ好き。あ、わかる。赤貝と青さ汁って最高で。めっちゃ好き。わかってる。なんか歯ごたえがいいのが好き、結構。昨日夜中に激辛マックスエンドペヤングを食べたの、うん、最初のね、一口二口やん、まだ全然いけるじゃんと思ってしばらく食べてたんだけど、3分の2個したあたりからなんか体にがおかしくなって首から上で震えが止まらなくて、でなんかもうびっしょり顔だけ汗かいてるの。やばいっかと思って氷食べて牛乳飲んで鏡見たら唇がパンパン。よく治ったね。辛いの好きなんだけど、そんなに得意なわけじゃない。辛い、やばい、痛いっていうのが好き。さあ、水飲むとさ、ここに水滴ついてるの、どうしたらいいの。
あれじゃない、ここが5時。冬だと5時なんじゃん。え、ずっと5時だよ。違ったよ、うちの地元は。なんか夏場は6時なの。え、何それ、え、羨ましい。ずっと5時なの。え、ずっと、これ東京だとずっと5時だよ。一番難しいのが、うん、親的にはやっぱり5時までに帰ってきなさいって言うじゃん。5時までに帰ってきなさいって言われると、この5時の鐘が鳴る前に帰らなきゃいけなくなる。もうどうしてもやっぱ鐘が鳴ってから帰っちゃうんだけど、うん、そうするとね、玄関の鍵閉められてたりね。もう一種類ずつ頑張れ。アナゴさんもじゃあ私が行くよ。ウニさんはエビさんはえ、本当に、うん、じゃあエビさん行く。エビさんでも好きじゃない。エビ私もう3つくらい。ラスト1個ずつです。ウニちゃんとエビちゃん。はい、いただきます。いただきます。完食しました。どうだった。ということで、お寿司1万円分無事に食べきりました。イエーイ。ということで、次回の動画もお楽しみに。以上、私たち原宿発、せーの、カミナノでした。バイバーイ。あのね、うん、分かった。ん、知るもの大事だ。